今アルファ7-2両手で持ちながらねゆっくりと歩いてます。手ブレ補正ね搭載しているんですけれども、感度の方どうでしょうか。効果はねやっぱねそんなにはないんですけど、まあ、ゆっくり歩くとねそこまでブレないかなって感じですね。高角端16mm です。これだけね名古屋駅ですけれどもワイドに撮影することができます。風景撮りにはねこの画角素晴らしいですね。フォーカスはねマニュアルで今撮影してます。ピーキングカラーをオンにすると、ピントのねピークが赤色、まあ他は白色と表示されて非常に分かりやすい。これはなかなか便利な機能です。オートフォーカスで撮影しています。ちょっとねオートフォーカス暗所を撮影するとブレる部分があったのでどうでしょうか。まずねソニー α7-2 で撮影した画像を見ていきましょう。レンズはね単焦点レンズ 85mmF1.8 で撮影した画像です。日中ということもあって ISO 感度100なんで、非常にクリアに撮影できてますね。これ名古屋駅のビルなんですけれども、このようにビルのね窓が一つ一つ非常にクリアに描写されているのがお借りいただけるかと思います。引くとこんな感じで解像感とても良いですね。 85mm というね焦点距離どうでしょうか。このようにねある程度の中望遠ということで風景切り取ってね描写するような感じになります。このようにねラインが多く入るような絵でも非常に歪みが少なくてね定評のある画質かなと思います。
これはね、名古屋駅前にある飛翔というモニュメントですね。結構ね、大きくて、高さ23メートル、底面は直径21メートルでね、構造パイプ16本の化粧パイプ96本ということで、このように非常に細かいね、パイプ一つ一つもね、しっかりと描写されています。ちなみにね、これ、以前はね、こっからね、噴水機能が2001年まであったようで、水しぶきが出ているようなんですけれども、ロータリーの、ね、車にかかるために止められたということで、あとライトアップも、なんかね、照明器具の不具合で、2015年では行われてなかったんですけどね、今年の11月より、名駅地区のイルミネーションに合わせて再開になってますので、モニュメントがね、光るようになってます。地下街、ここにニューモールっていう地下街があるんですけれども、ここからつながる連絡通路があって、災害時には一時避難場所として使うことができるというね、縄文土器の縄をイメージされているモニュメントですが、どうもこのリニア新幹線がね、走るということで、2年後ぐらいにね、これどうも移設されちゃうっていうような話になっているようです。85mm このレンズはね、主にポートレート用に最適ということでね、多く紹介されていてね、評判もすごいいいレンズなんですけれども、街中のスナップ撮影でも面白い画角かなというふうに思います。どこを切り取ろうかなということをね、ちょっと考えさせられるってね、面白い、まあ、勉強になる、85mm ってなかなかいいなというふうにね、感じています。F1.8 のレンズなんですけれども、今1段絞って F2 ですけれども、ボケもね、非常に綺麗で、ボケを生かしたようなね、撮影も、幅がね、広いかなというふうに思います。さすがにね、F1.4 の、GM のレンズよりは、明るくはないんですけれども、まあ、値段もあれはすごいのでね、それに比べると非常にコスパ良くて、いいレンズかなというふうに感じています。おなじみの大名古屋ビルジンクですね。2年前に、建て替えが完了して、商業施設がね、オープンして、非常に綺麗になっています。そろそろね、こういったクリスマスツリーだったりイルミネーションのオブジェがね、ちらほらと街中にね、出てきています。次にね、これからこれ以降レンズが変わります。16mm、35mm の F4 投資のレンズです。夜に、ね、なって ISO 感度4000以降ね、メインになってくるかと思うんですけれども、ちょいちょいね、ノイズがやっぱ入りますね。暗所ノイズに関してはね、 α7-2 よりも α7-3 だったり 7R3 は、ね、全然良くなっているということなんですけれども、まあ今んとこね、この α7-2 でも等倍に拡大してね、プリントしたりするわけじゃないのでいいかなというふうに思います。それよりね、この 16mm、35mm というね、非常に広角な画角がね、とてもいい、風景撮りにはね、非常に最適でダイナミック、迫力あるね、写真がね、撮れそうなレンズですね。広角端の 16mm だとね、こんな感じで前景を収めてね、風景撮ることができるので、とても使いやすい画角です。さすがにね、 16mm ともなると、周辺というかね、歪みというか変形がされてしまいますので、まあ、こんな感じで映ります。ということで、ソニー α7-2 と 85mmF1.8、あと 16mm35mm の広角ズーム F4 投資のズームですね、紹介いたしました。画角がね、こんな感じで切り取れるというところをね、特に見ていただければいいかなと思います。使ってみてね、非常にいいレンズというか、使いやすい画角と、画質、いい画質だなというふうに感じてますので、検討されている方ね、参考にしていただければ幸いです。ということで、今回も見てくださりどうもありがとうございます。